はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ね、息子の保育園に提出する書類を、またその書類なんですけども、今度はね、勤務先にも変えてもらわなあかんくてですね、まあ、チャリ活のためもあってですね、ちょっとあのお店、まあ、美容室にね、行ってきたんですけども、まあ、なんとその日がね、たまたま僕が担当させてもらってたお客様がね、ご来店されてですね、もうね、嬉しすぎてですね、まあ、会いたかったーとね、お二人でこう手と手を取り合ってね、涙を流しました。本当にね、2年ぶりの再会でしたね。まあそのお客様はですね、親子で来てくれててですね、息子さんも担当させてもらっているので、まあ嬉しかったですね。まあその日は息子さんは来てこられてなかったんですけども、あれはね、息子さんが中学校だったかな。まあ一番最初にカットしたのがね、中学校の頃の中1か中2やったと思うんですけども、もうまだ声変わりもしてなくてですね、身長も僕よりもね、こう低かったんです。まあでもね、どんどん抜かされていって、まあ今ではね、もうお仕事をされてる立派な年齢になられてます。まあそんなね、仕事場のお話などをこうしてくれるようになって、あーなんかこの感じ、ええなーね、こうね、思いながらね、いつも楽しくね、仕事をさせてもらってたんです。まあそうそう、でもそもそもですね、あの僕はなんか学生さんといいますかね、その子供さんを担当させてもらってたことがね、昔から多かったので、まあ、たくさんのね、子供の成長を見てきたと思っております。自分でもね、まあ、例えば男の子やったら、小さい頃は、こう漫画やね、ゲームの会話やったのはですね、まあなんかある時を境にですね、こういつの間にかファッションの会話、まあ主にヘアスタイルですけども、まあ実は小さい頃からヘアスタイルにこだわりがあったとかね、まあお母さんがあかんって言われててんってね、カミングアウトされたりとかね、ちょっと大きくなってからね、ありましたし、まあ、女の子やったら、こう、小さい頃は、こんなんがいいとかね、まあ、ヘアスタイルのお話が多くて、前髪伸ばしたいけどお母さんがあかんって言うねんってね、こう、拗ねてる子もいましたね。まあ、でもそんな女の子、ね、大きくなってきたら、ヘアスタイルのお話はちょっと少なくなっててね、こう、まあ、中学、高校とか上がったらね、こう、クラブ頑張ってるお話をカット中に、こう、ずーっとこうしてくれたりね、ずーっとこう、クラスの人間関係のお話とか、恋愛のお話をね、してくれますね。気になってる子と、隣の席になってん、とかね、言ってくれた瞬間にも、顔がもうめっちゃ、その子の顔がね、めっちゃ可愛くて、もう僕も鼻血出そうになりました。まあね、女の子って、やっぱ女性ってやっぱりね、こう、子供の頃からお話がね、お好きなんですね。まあ、そんなお子さんらともね、もう2年近くまたお会いしてないので、きっとめっちゃ成長してるんでしょうし、まあ見た目も変わってるんでしょうね。まあそれこそ男の子やったら声変わりもして、身長も僕よりね、こう大きくなってて、まあ、女の子やったらよりこう女性になってることでしょうね。ほんでまあ普通のと言いますか、まあお客さんと言いますかね、まあ大人のお客様ですよね。生活でのまあ変化というのは、まあ少しは何かしら変化があるんでしょうけど、まあ2年ぐらいでは、こうね、まあ大人っていうのは見た目と言いますか、身長が伸びることはないので、まあ、子供さんとお会いするときよりも、まあその驚きはないでしょうけど、まあ見た目に関してはね、まあそう最初のお話ししたようにですね、感動はありますけど、まあでもほとんどね、あの、嬉しいことにお客様はその SNS で繋がってくれてるんで、まあ今でもこうちょいちょいこうね、お店に行かせてもらってお会いしたことがあってもですね、ああ、やっす、元気そうやん、いつも見てるでーってね、こう、もう久しぶりにお会いしてもですね、いつも会ってるこの感じをね、出してくれるので、まあすごい、もうそれで励まされてます。まあやっぱりね、こう人って
って人とつながってたらそれだけで元気や勇気をもらえますよね。その美容室のお客様やね、まあ、昔からの友達もそうですし、まあ、これを見ていただいている、見てくれている皆さんもそうですし、まあ、コメントをくれている皆さんがねいてくれてるからこそ、まあ、それが僕の原動力になってます。ありがとうございますね、皆さんのおかげでここまで頑張れてるんで、僕も今後とも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。